皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほこです。はい、ということで今回はスリーコインズで買ってきた福袋を紹介していきたいと思います。去年も買ったかな、スリーコインズ。そうです ね、なんか今年はなんかね、布に入ってて可愛い感じだった ね、で、いろいろ種類もいっぱい豊富にありました。はい、男の子のやつもあったんだよね。そうなの、今年ね、女の子と男の子っていうのがあって、さすがにちょっと男の子のは買ってこなかったんですけど、はい、はい、あとピアスもあったんだけど、ピアスもちょっとね、しょうちゃんまだ穴開いてないので買ってません。はい、はい、ということで、あとはね、全部ゲットしてきたかな、1個ずつね。そうですね、はい、じゃあね、いっぱいあるの全部で6個ですね。はい、いっぱいあるのでテキパキちょっとね開けていきましょう。はい、まず小さい順からいきますか。はい、じゃあちっちゃいものから。じゃあまずイヤリングですね。はい、イヤリングはね、2個買ってきました。そう、なんか袋がね、色が違くて、なんか違うのかなと思って、はい、買ってきました。じゃあ開けましょう。まずね、この黄色の方、金色っていうのかな、ここから開けていきます。はい、これもなんか巾着に使えるね。ね、うん、かわいい、かわいい色してるもんね。シンプルだし。まず、はい、あのイヤリングって言ってもアクセサリーイヤリングなんで、うん、イヤリングを含んだ5点なんで、なるほど、一応アクセサリーも入ってます。まず1つ目がこちらの、ね、おお、髪留めるやつ。これいいね、これいいね、私こういうの欲しかったんだよね、うん、シンプルでかわいい、うん、使えそうだね。はい、はい、次、次はこちら。あ、かわいいじゃん。これもいい感じだね。いいですね。いいですね。石っぽいやつ。絶対使えるやつですから。使えますね。続いては、お、シュシュです。シュシュだ。あ、かわいいじゃん。あ、かわいいね。いい感じ。いい感じの色。カーキも使えるよね。はい。あと2点も入ってる。そうだね。じゃん。あ、ピンだ。普通にかわいいピンだよ。いいじゃん。かわいいですね。これも使えますね。使えますね。全部使えます。ラスト、イヤリングですかね。そうだね。イヤリング入ってないですね。はい、どうでしょう。あ、イヤリング来ました。花柄かな。ちょっと見えづらいけど。ちょっと開けてみないと分からないかな。あ、かわいいじゃん。あ、かわいい。こんな感じの。え、かわいくないですか、これ。かわいいですね。これつけてよ。うん。え、いいね。え、当たりじゃないこの服。当たり。この服。袋、え、だってこれで300円だよ。そうだよ、安いよね。あ、いいじゃん、かわいい、こんな感じで、うん、あ、いいね、いいね、かわいいですね。いいと思います。はい、はい、じゃあ次の袋はどんな感じかな、開けてみましょうか。開けてみましょうか。ね、袋もかわいいよね、何気に。ね、もうほんとかわいい、うん、これなんかちょっとなんか飴とか入れて。まず一つ目はこちらです。はい、あ、おー、色違い、色違いきました、 あ、こっちの色もかわいい、かわいい、やばいね、あ、やばいね、うん、いいね、かわいいです。で、次、で、2つ目が同じ感じかね、テイストとしてはこちら、おー、シュシュです。色違いで、テイストとしては同じ、あ、同じっぽいね、色が違うだけかな。続いてはこちらの、あれ違うね、色が違う、あ、違うね、でもちょっと石の形も違う、ね、あ、でも同じ感じだね、同じ感じですね。でもいいね、今回。続いてこちらです。お、ピン、これは一緒かな、あ、ピンは一緒ですね、ピンは一緒っぽいね、ピン4つもゲット、嬉しい。ピンはほんとね、すぐなくなった。ラスト、イヤリングです。はい、イヤリングはどうでしょう。じゃん、お、また違う、違う違う、よかった、ちょっと開けてみますね、うん、開けてみましょう。あ、かわいい、かわいい、かわいい、こんな感じになってて、え、かわいいね、これもこんな感じになってます。あ、かわいい、かわいい、かわいい、あ、いいんじゃない、こんな感じで、あ、いいじゃん、かわいい、かわいいよね、こっちもこう、つけるタイプだね、なんか揺れるタイプじゃなくてね、え、いいと思います。いいじゃないですか、いいじゃないですか、今回当たりです、イエーイ、ね、普通に買うレベルのものだよね、これね、だろうね、うん、かわいい、したくなるぐらい、確かに申し訳なりません、ね、こんな感じで、この色、この結果で的に、うん、この色的にね、うん、
でもこれは2つ買ってよかったかもしれないですね。よかったかもしれない、うん、ね。やったやった。はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょうか。靴下行きます。はい、これはどんな感じに入ってるの？靴下がね、うん、あ、黒タイツが入っている3点入り。黒タイツが入っている3点入り、いいじゃん。黒タイツは何気に使えますからね、この時期は ね。巾着もね、ほんと可愛いんだよね、この子。ね、私これいいのもらって。ね、いいよ、可愛いよね。普通に使えますよ、絶対これ。ね、絶対使えます、うん、あ、なるほど。まず1点目が、はい、こちらのこんな感じになってる靴下。あ、靴下ね。これはまあ夏とかに履く感じかな。今の時期はちょっとね、寒いね。寒いかもしれないですけど、うん、いいですね。いいです、いいです、全然使えます。続いてはこちら、あ、緑だ。あ、いいじゃん、こんな感じの。うんうんうん、緑の靴下。シンプル、シンプル、いいね、いいじゃん、いいと思います。全然履けます。履けますね、これ、うん、履ける、いいですね、当たり引きました。じゃあラスト、黒タイツ。黒タイツですね。これはもう定番です、はい、これしょうちゃん普通にね履けると思います。 M から L、 タイツだから、タイツだからさ、足の先まであるやつでしょ。あるやつ、よかったじゃん。よかった、タイツ好きだからね。そう、スパッツよりタイツ派なんです、うん、ね。でもこれで300円なのでね、お得ですよ。そうですよね、やっぱり、うん、いいですね、いいですね。次いきます。はい、次、続いてはふわふわルームアイテム。はい、ターパンが必ず入っている。ターパン、ターパン、ターパン、ありましたね、このなんか髪の毛につける巻くやつ。ターパンでした、すいません。ターパンって、ターパン言ってましたけど、はい、ターパンでした。よし、じゃあ開けますね。はい、まず一つ目が、あ、もうモコモコしてる、うん、もう全部モコモコなんだ。全部モコモコ。そんな、全部出ちゃう。いやいや、全部出ちゃう。まず一つ目か、はい、こちらです。これ何？腹巻き？みたいな感じ。へえ。いいじゃん。あ、腹巻きじゃん。かわいい。こんな感じになって。へえ、いいじゃん。ママ使う？ママは腹巻きいらないです。リミ使えそう。リミ使えそうだね。うん、いいじゃん。色的にもいいです。色的にはリミって感じ。ね。ね。いいじゃん。と思います。私腹巻き使ったことないんだよ。確かにね、湯たんぽなら使ったことあるんだけど、うん、あ、かわいい。続いてこちらのルームソックスですかね、うん、かわいい、かわいいじゃん、これ色的にもなんかモコモコで、うん、いいね。白黒にカミカミされてそう、取られそう、白黒に。あ、次ターバンかな。ターバン来ました、ターバン来ました。お、ピンク、ピンクだ、かわいい、かわいい色だね。ね、いいじゃん、知ってみてください。じゃあこんな感じですね。こんな感じですか。あ、いいじゃん。はい。朝って感じだけどね。顔洗いますみたいな。はい。はい、こんな感じです。全部ふわふわな感じですね。あったかい感じ、うん。こちら。こちら。ちょっと大きめで、こちらはですね、何が入っているかお楽しみさんって言って、おー、じゃあ全く未知の、全く分かんないやつですね。ね、すごいよね、これ巾着でさらにさ、うん、持つ取っ手までついてる、すごくない？すごいね、これ袋がもう立派だよね。立派だね、うん、なんだろう、私もまだ見てません。はい、なんか分かれてる、あ、3つ1つでセットになってる、うん、分かれてない、1つずついきます。はい、まず1つ目、じゃん、あ、ごめんなさい、おお、スポンジ、スポンジだ、嬉しい。これは台所で使う食器用のスポンジかな、まあ、お風呂とかでもまあいいかもしれないけど、スクイーズになりますよ。もうそういう時代じゃないじゃないですか。スクイーズになります。裏は、裏はこんな感じで、あ、はい、いいですね、実用的なものも嬉しいですよ。はい、次、うん、続いてこちら、あ、ティッシュケースかな、ティッシュケース開けてみますね、開けてみようか、あ、違う、今流行りのあれですか、エコバッグじゃない、流行ってるんですか、エコバッグ。だって今の時代エコバッグは必須でしょ。あ、エコバッグじゃん、いいじゃん、エコバッグはね、何個あってもいい、エコバッグだ、これならしーちゃん使えるんじゃない、これもらっていい、うん、こ
これならしーちゃんが買うサイズにぴったり良さそう。ぴったりですね。いいじゃん。たまに本とかね、一冊二冊買うときにね。そうなんですよ。あ、これいいね。コンパクトだし薄いし。いいねこれ。これ持ち歩こう、うん、私。ありがとうママ。しーちゃん用になりましたね。ありがとうママ。なんでよ。最後もうラストですね。はい、ラスト。が薄いです。はい。なんだろう。なんとなく触ってきました。触って。あー。まーす。じゃん。おー。はい、来ました。これもいいんじゃない？ここでもう私わかりました、うん、これって。これも使うよね。使いますね。よくいいです。え、いいじゃん。え、これや、なんか今回みんな良くない？ねえ。いいと思います。みんないい。みんないいよね。うん。普通に、ね、いいよね。いいね。うん、こんな感じでした。何が入ってるかわからないセットっていうか、ハッピーバッグはこちらの3点。あ、逆だった。はい。はい。じゃあラストですね。はい。こちらなんか子供向けって書いてあるんですよ。そうなんですよ。なんか女の子可愛いものかなと思います。で、ね、子供用メイクブラシを含んだ4点入り。あ、なるほど。じゃあ子供用のメイクブラシは必ず入ってるんですね。入ってるらしいですね。はい、ということでいきますね。はい。まず一つ目が、うん、袋になってます。まず一つ目がこちら。あー、メイクブラシ。メイクブラシですね。こんな感じになってました。いいんじゃないですか。はい。これはもうもらえるものなら。続いては、え、なにこれ、なんでしょう、なにこれ。なんか作れるらしい。あー、リミちゃん向きだね。ね、なんか紙をこう立って、あの、あ、切り取って、はい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 、組み立てるやつ、パズルみたいな、立体パズルみたいな感じのやつですね。あ、リミが好きそうですねこれ。はい、ね、リミちゃんにあげましょう。うん、リミちゃん向きです。続いては、あれ、袋に入ってんのかな。袋じゃなかったけど小物ですね。小物、こちらを見て。はい、一つ目がこちらの、おー、蝶々、蝶のリ、あ、リボンじゃなくてピンですね。あー、へー、こんな感じにこうつけられる。なるほど、女の子って感じ。ね、女の子って感じ、ね、あー、女の子って感じ。あと、いちごのゴム。いちごのゴム、あ、女の子だね。女の子だ。でもいちごのゴムなんですけどね、かわいい。なんていうか、ここにさくらんぼがついてるんですよ。本当だ。いちごなのに、なんかさくらんぼがついてるんですよ。本当だ、なんでだろう、なんでだろう。まあまあ、こんな感じ。こういうのもちっちゃい時よく使ったよね。しーちゃんいちご大好きだったからね。いちごっ子だったから。そう、幼稚園の時全部グッズがいちごだったんです。そうなんですよ。あの帽子あるじゃないですか、うん、色の、うん、でその上にいちごついてたから。そう、いちご乗ってた。こういう立体のいちごがついてて、さらに周りにはいちごのなんかアップリケみたいなのついてて、そうそう、そんな感じのがいっぱいこう周りついてで、体操服の名札にも、名札にこう名前が書いてあるんじゃないし、ほうって、うん、そこにいちごがついてる。最後にいちごがついてたね。両方にいちごついてたりしてるんですよ。プールの水着もいちごだったし、いちごだった。体操服入れとか上履き入れももちろんいちごでした。で、バスタオルっていうかお昼寝の時に使うバスタオルもいちごだったね。全部いちごです。お弁当箱ももちろんいちごだし、いちごだったね。もう本当に体操服袋とかなんか取っ手が緑で、そうそうそう、で、み、あの緑の草、草っていう、そうそう、草っていうか葉っぱ、草と、うん、葉っぱと、あといちごの実がこういう赤い感じ、ね、縛るといちごっぽくなる。そう、縛るとこういう感じになって、そうそうそう、かわいい、かわいい。懐かしいね。懐かしいね、本当にガチでいちごっ子だったんですよ、うん、私。もう幼稚園の先生にもね、しほちゃんはイチゴだと思ってましたって言われて、水着、水着とかね、あー、やっぱりみたいな、イチゴですねみたいな。はい、そんな感じです。はい、イチゴ前に行った。あ、いいんじゃない。あ、いいじゃん、かわいいよ。こんな感じで、うん、で、こっちにつけたいんですよね、うん。一気にしほちゃんみたいになったね。ね、しほちゃんですみたいな。あたし、しほちゃんっていうんだ。大好きなんだ。ちょっと待って。ちっちゃい頃でさ、うん、うん、あのなんかパレットとか持ってさ、おもちゃの、うん、こうやってしない、こうやって。あ、うん、あ、可愛くなった。こんな感じしない。うん、でずっとお母さんのコート。気持ちいいこれとか言って。一気に幼くなるね、やっぱりね。ずっとこうやってそうじゃない。うん。
あーこれで学校行ったらびっくりされるよね。どうしたの？おはようございます。しーちゃんどうしたのその髪って言われるよ。いちご超なんかしーちゃんじゃないみたいって言われちゃう。でこれ持っていこう、こうやってあーみんなおはよう何それって、それ取られるよ先生に。学校には関係ないでしょって言って没収されるよそれ先生知らないかもねこれね。絵の具？絵の具？絵の具の筆ですかって言われるかも。絵の具です。男の先生は案外わかんないよねきっとね。わかんないねこれ多分。取っていいですか？いいですよ。嫌ですか？嫌っす、これぶっちゃけ。わかりました。はい、以上でございます。以上ですね。はい、まあいっぱい来ましたね。あでも今回スリコ楽しかったね。超楽しかった、うん、すごい種類がいっぱいあったし、うん、ね迷ったよね、うん、300円だからめっちゃ手軽にね手に取れるってところもまた魅力だよね。そうですね、1個さ3000円とか2000円とかだとさ何個も買えないじゃん。買えないね。でもやっぱ300円だとさ2個買っても600円とかだ。はい、ということで最高ですね。最高ですね、こちら。はい、見てください、これまたね、しほちゃんごっこしようかな。落ちたまたね、しほちゃんごっこしたいと思います、これで。はい、私、しほちゃんあれ、ちょっと待って、はい、ここにチョウがいない。チョウどこ、ちょっと。あ、いた、いた、落としちゃった。はい、はい、ということで、今回はね3コインズで買ってきた福袋を紹介してみました。ということで、それではバイバーイ